かるようです。私のこの Facebook のメインアカウントが、アプリ系のね、Facebook に入れるアプリ系の、ウイルスにもしかしたら、感染してるかもしれません。で、なんで分かったかというと、今画面右下にある石森さんのところに出てる、小川ビデオっていうやつが、ちょっと前にね、別の方からこれ相談を受けて、解除方法について、調べたことがあるんですが、その時はですね、その方とちょっと連絡取れなくなっちゃったので、実際には解除までしなかったんですけども、同じようにメッセージが発信されてるっていうのを今ここで発見したので、今ここで、同じようなアプリね、結構いっぱいあるんですからね、こういうね、対処方法ってありますから、これをもとに、動画を撮っています。なので、これね、私が何回やったかとすれば、この URL をクリックしたぐらいしか記憶ないんですよ。はい。なので、皆さん、この URL をクリックしないでください。この URL をクリックしないでくださいね。これは、NG の URL ですからね。はい。で、今そこをクリッピングして、注意喚起用の、画像を作って皆さんにお知らせしようと思っています。はい。まあ、迷惑っちゃ迷惑だけど、まあ、被害がこの方だけだったらまだいいかなと思ってるんですが、まあね、下村さんには申し訳ないんですけども、まあ、実際にやっていきますが、大体このような場合はですね、このアプリ管理の中にアプリが仕込まれているんですけども、避難の件、それっぽいのもねえんだよな。実際に今使ってるようなのはないので、全部削除しちゃいます。念のために。によってはね、このアプリすべてを、まあ、削除っていうことも必要になってくるのかななんても思ってるんですが、まあね、そんなことはしたくないよと。はい。何が原因かというか、まあね、これですね、Facebook ページに特殊機能を付け加えるアプリ機能というものがあるんですけど、まあ、それに勝手に追加されてるっていうことだと思うんですけど、今これ削除してるのはね、今も使ってないものばっかりなので、消しちゃってますが、まあ、ここね、こんな機能はなかなか普段は使わないですね。だから今はね、あんまりこういうの使わないんじゃないかな。48。まあ、どう考えても怪しいのはもうこれで、削除したんですが、まあ、念のために今使ってないのすべて、削除しちゃいます。はい。そう。
連続ください。ついついね、自分のパスワードを言葉に喋ってしまった時があるんですが、まあ、聞き流してください。今回の経験としましてはですね、これを決してお子さんまでは、まあ、言ったことないっちゃないんですけど、まあ、よくわからん、動画は、クリックしないとかね、今動画の中にね、もうウイルスとか、見ただけで感染するとかね、いっぱいありますから気をつけてください。で、まあ、よく、まあ、フィッシング詐欺とかありますけど、いくら払えって言ってきても、あれ別に払う必要ないんですよ。そう。払えって言ってきて、慌てて払って、払わして、お金を奪い取るっていう証拠なんでね、というのは必要ありません。そう、法律に決まってて、本当にお金払うような時はね、しつこく聞いてきます。はい。まあ、アマゾンしかりね。そう、なんで、まあ、なんかちょっと見た、いくらだなんていうのはね、もうちょっと5年、10年ぐらい前の証拠ですから、まあ、そんなのは無視で問題あります。怖い人が突然来たり、そういうことはありません。もし、そんな人が来たら、どうぞ警察に行ってください。それで解決します。で、そもそも来ませんしね、そういう人。まあ、もっとこんなにいろんなアプリが、私のアカウントに入ってたんだね。私のパスワードの中にね、アットマークとか入れてるんですけどね、それをついついね、入力し忘れるんですよね。まあ、パスワードも本当は定期的に交換した方がいいんですけども、まあね、定期的に交換するのもね、なかなか大変なので、複雑なパスワード。今、記号とか入れるといいって言いますね。そう、はい。あともう一つ。これで一応アプリは全部削除の OK です。はい、最後。しながらとかね、かなりマシンパワーいっぱいいっぱいになってたので、僕が悪くてすいません。
この中に、アプリってこの中にもある可能性があるんですね。で、そこでこれを必要になればね、また連携させればいいので、一旦全部削除しちゃいます。何が原因かわかんないですよね。必要ならね、また連携だとすぐできちゃいますから、まず消しちゃいます。結構いっぱいあるよ。うわー、これ全部消していく。そんなわけで、設定の中にあるアプリを全部消していくと、大体この中に何か埋まってるんでしょうけども、そうすれば、大体動画は、ああいうやつはもうストップします。そんなわけで、今の動画はここで終了します。ご迷惑をおかけした皆さん、ごめんなさい。注意でした。